おはようございます。黒バラ軍団の剛太郎です。本日のターゲットホールはシャトル坂井店さんです。本日は並び順での入場となっております。朝一の立ち回りなんですが、前日下見の結果、据え置きでも、リセットでも狙えるっていう台がなかったので、まずはリセット状況の確認からやっていきたいと思います。前回、D ランクで1勝できてますんで、今回連勝を目指して頑張っていきたいと思います。それでは実戦よろしくお願いいたします。朝一なんですけど、出目は見た感じ変わってないんで、学訓チェックから、まずはしていきたいと思います。それでは、北斗転生の学訓チェックからしていきます。いいもん手に。ちょっと微妙ですね。学訓しなかったっぽいですね。では2台目いきます。学訓なしですね。3台目学訓チェックします。2ゲーム目も、まあ、左ちょっとブルったんですけど、同じ動きしてるんで多分、末置きかなと思います。続いて他の騎士も見に行きたいと思います。バラエティーコーナーの、化け物語、学訓チェックしたいと思います。学訓なしですね。バラエティーコーナーにもう1台化け物語あるんですけど、それが前日7ゲームでやめられてて、それがもうすぐ今怪獣入ってるんで、まあもしかしたら降格でそのまま置かれてたのかなと思います。もう、他に学訓チェックできる台、探しに行きたいと思います。バラエティーコーナーの、北斗世紀末ですね。学訓チェックしたいと思います。学訓しましたね。これは学訓しました。他の台も見に行きたいと思います。今島見てる感じ、モンキーターンはもう2台当たってる台があって、まあ緑ドンに関しても、まあ今回も前作継承されてて、おそらく降格、リセットしてたら降格に移行するっていう特徴あると思うんで、まあ移行してる台もあったんで、まあ新しい目の台っていうのはリセットかけてるのかなと思いながら打っていきたいと思います。はい。このバラエティーコーナーのセイントセイヤなんですけど、前日が47ゲームでやめられてるんで、まあ今リセット挙動を確認したところ、据え置きが多めではあるんですけど、まあそれの確認も含め、これを天国の100ゲームまで回したいと思います。もしこれ据え置きなら前日47ゲームやめなんで、まあ100ゲーム手前80ゲームぐらいで、まあ、ゲーム数解除の前兆に入ってくれるのかなとも思うんで、その辺も見ていきたいと思います。32ゲームで、定期の道ですね。まあ、前日と合わせて80ゲームぐらいなんで、おそらく据え置きじゃないのかなと思います。45ゲームで8点です。まあ、これはちょっと期待度薄いですね。
はい、全長ステージ後1ゲームで、やめて他の移動先探しに行きたいと思います。はい、このバラエティーコーナーの、猛虎花形なんですけど、前日がノーボーナスで725ゲームで、前々日が、125ゲームでやめられてるんで、まあ、もし仮にずっと据え置きなら、850ゲームで、まあ、よいよい腰狙えるんですけど、まあ、バラエティーコーナーも 100% 据え置きかどうか分かんないんですけども、まあ、天井が、まあ、1000ゲーム、まあ、投資も少ないということで、まあ、変更挙動なども確かめる意味でも、ちょっとこの、猛虎花形を天井狙いで打っていきたいと思います。見させてもらうよ。やってしまった。練習はここまで。熱そうですね。上がりましたね。36ゲームでボーナス確定ですね。投資が、総投資が7000円です。まあ降格中の、スイカからですかね。僕はどんなにこの日を待ったことか。頭を狙え。ダブルゾロイですね。まあ、継続率が、まあ、優遇されているという感じですね。相手のボーナス。やり中。中。まあ、猛虎花形のボーナス中なんですけど、まあ、20ゲーム1セットで最低2セット保証で5セット目までいけば、ARK 猛虎ラッシュ確定ですね。この一球に勝てる。はい、決戦ですね。そうだ、負けちゃいましたね。このボーナスでは、総獲得枚数が92枚でした。まあ、まだ復活もあるんで長かったですね。はい、ボーナス後1ゲームで、特に天国スターっていうのも出てなかったんで、やめて、他の移動先探しに行きたいと思います。この絶対衝撃2なんですけど、前日7ゲームでやめられていて、まあ、前日の履歴見ると天国行ってるっぽいのと、あとベッドが1枚入ってるんで、おそらくというか、まあ据え置きやと思うんで、この台を、天国してまで打っていきたいと思います。なんですけど、どうだ、あやちゃん。朝一が80ゲームぐらいで全長ステージ入ってて、前日合わせると450ゲーム、400台のゾーンで、まあ、解除してるんで、おそらく後ろの AKB に関しても据え置きっぽいんで、やっぱり据え置きがどっちかというとメインなのかなって思いますね。126ゲームで解除なかったんで、やめて他に、打てる台探しに行きたいと思います。はい、
このマドカマジカなんですけど、現在ノーボーナスで71ゲームでやめられてるんですけど、前日と合わせると現在208ゲームで、まあ、据え置きやとしたら狙えるゾーンなんですけど、まあ、確認の据え置きかどうか、Z かどうか確認の意味でも、ちょっと回していきたいと思います。はい、今107ゲームまで回してきたんですけど、まあ、マドカマギカに関しては、ちょっと前兆も来てなかったんで、おそらくリセットなのかなと思います。まあ、もしかしたらやっぱ全体的にも結構リセットと据え置きが混ざってる感じなのかなと思います。なんで、そういうのも視野に入れつつ、他の移動先探しに行きたいと思います。はい、この北斗転生なんですけど、現在47ゲーム47アベシで、前日合わせると210アベシなんで、まあ、北斗に関しては、まあ、据え置きやと思うんで、この台はまあリスクも少ないですし、日頃のゾーンまで行きたいと思います。解除なかったんで、やめて他の台探しに行きたいと思います。はい、このアナザーゴッドハーデスなんですけども、当日ノーボーナスで170ゲームでやめられてるんですけど、前日と合わせると、392ゲームで、まあ、周り見てる感じ、まあ、もしかしたら機種単位でリセットとか据え置きとかされてるのかなと思うんで、まあ、ハーデス台数かなり多いんで、まあ、リセットか背置きか見切ることができたら結構有利に今後立ち回っていけると思うんで、まあ、この台を400のヘルゾーン来るかどうか、見てみたいと思います。はい、現在201ゲームまで回してきたんですけど、まあ、中段リプレイ引いてしまって、まあ、鎖の前兆来てたんですけど、まあ、ちょっと分かりにくかったんで、まあ、この台はもうやめて、ちょっと他の台探しに行きたいと思います。このオーツ番長2なんですけど、当日ノーボーナスで241ゲームでやめられてるんですけど、前日と合わせると383ゲームで、まあ、おそらく据え置きの方が多いと思うんで、まあ、この台を400ゲームのゾーン狙いで打っていきたいと思います。チャンス目です。確定ですね。まあ、おそらくチャンス目からやと思います。相当しか1万円です。レギュラーボーナスですね。はい、このレギュラーボーナスでは81枚の獲得でした。
はい、レギュラー中の天国久も、弱かったんで1ゲームでやめて他の移動先探しに行きたいと思います。はい、この吉宗なんですけど現在614ゲームでやめられてるんですけど、まあ、ちょっと遠いんですけど、まあ、他に現状期待値高い台っていうのもないんで、この台を天井狙いで打っていきたいと思います。ぴったり1000ゲームですね。土天井ちょっと食らってしまいましたけど大当たりですね。総投資が2万1000です。レギュラーボーナスですね。いやーちょっと厳しいんでこれはなんとか昇格させたいところですけどね。はい、このレギュラーボーナスは65枚の獲得でした。まあこの高確率で当たってほしいところですね。9ゲームで解除なかったんで、他に移動先探しに行きたいと思います。はい、この AKB48 なんですけど現在513ゲームでやめられてるんで、天井狙いで行っていきたいと思います。まあ、AKB500 ゲームから天井狙いした場合は第一2000円以上あるんですけど、天井を到達したからといって特に恩恵ないんでできるだけ早く当たってほしいですね。
Ooh!
わせてトータルが655枚です。30ゲームの上乗せですね。これでトータルが、残り60ゲームです。チェリーからプラス10ゲームです。チャックスイカからプラス30ゲームの上乗せです。では、トータル230ゲーム841枚の獲得でした。はい、即前兆もないんで、1ゲームでやめて、他に期待値ある台探しに行きたいと思います。はい、この天空の奇跡なんですけど、現在50ゲームでやめられてるんですけど、まあ、96ゲームまで AT5 96ゲームまで引き戻すこともあるんで、まあ、ちょっとだけ回してみたいと思います。はい、94ゲームでやめて、他に打てる台を探してみたいと思います。現在807ゲームでやめられてるんで、前兆狙いで行っていきたいと思います。はい、それでは行っていきたいと思います。まあ、モンキーの前兆なんですけど、最大前兆が1024ゲームで、まあ、1000ゲームを超えたときは次回天候が確定します。まあ、このゲーム数なんで超えてくれた方がいいといえばいいですかね。847ゲームで優秀モードです。58ゲームで発展です。勝負よ。863ゲーム SG ラッシュです。面白いんで当たりました。ジャックチェリーですね。多分これあれですね、プラス20ゲームなんで、ジャックチェリーから乗ってましたね。準備中にいいか、ジャックチェリー。3番リングですね。チャンスアップのバッチョン言わなし。
ちゃいいですね。いいですね。すごいもん聞いてましたね。では2セット目いきます。からプラス50ゲームの上乗せです。あと乗せですね。プラス20ゲーム潜伏してました。
確定しましたね。セット目いきます。結構進めてくれてるんで、まあいいシナリオは選ばれてるんですかねって言ったら、また夜背景スタートですね。これはほんまにありがたい。強チェリーですね。強チェリーからプラス20ゲームです。6ペット目ですね。しかも背景が強いですね。グランドスラム達成して次回天国欲しいんですけどね。でも4番人気ですね。バッドインもらってですね。どう？ああ、割とですね。あとの。稼働の方もだいぶ上がってきて、現状期待値がある空き台っていうのが全くない状況なんで、まあ今おそらくちょっと浮いてる状態なんで、これ以上やれることもないと思うんで、出生の方流してしまいたいと思います。回収が1799枚でした。お疲れ様でした。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですが、朝一から、ゾーン狙いや天井狙いを中心に、攻めていったんですが、序盤は結構苦しい展開だったんですけども、期待値を追い続けていった結果、最終的にプラスまで持っていくことができました。本日の結果なんですが、投資が1536枚、回収が1799枚、
サマイがプラスの263枚でした。本日勝つことができましたので、これで2連勝となりました。次勝つと C ランクにアップすることができるんで、3連勝を目指して頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。